どうも、こんばんは、エヌムです。今回はフェイトグランドオーダー、アシュトク移転3つ目来ましたね。というわけで、星5、宮本武蔵とアーチャーインフェルノとアサシンパライソと、名前忘れた槍使いがいるんですけども、今回はですね、前回、動画にはしてないんですけど、年明けぐらいだったのかな、宮本武蔵のあのね、クエストが来てて、そこでちょっと引いたんですけどね、まあ引くことはできなかったんで、今回とりあえず10連で、宮本武蔵狙いで10連引いていきたいと思います。アーチャーインフェルノもまあ可愛いんで欲しいですね。というわけで、単発10回いきたいと思います。まあ、セイバーはフォーグ2の沖田さんがいるし、まあまあまあって感じ。槍がねいないんだよね俺。レースをヘブンズフィールのさあ、これヘブンズフィールだっけ、ヘブンズフィールから入ったんだっけ、わかんないんですけど、ね、3種類あるじゃないですか、あのアーチャードリーンのやつと、あと、セイバーシローかな、あとなんだっけ、一つなんだろう、なんか3枚ぐらいあるじゃないですか。あれね、あのリンとアーチャーのやつは出たんですよね、2枚ほど。あと2つが出てないんでね。うん、霊装多いな。霊装多いですね。若干ロード入ったか。そんなことないか。気のせいですね。バーサーか。まあ、この土日で第3得意点はちょっと進めたいところだけど、どれだけ進められるかな。アサシン、あ、今回ね、小太郎も出てくるんだっけ、なんかちょっと CM にはありましたね。まだあの第3得意点の方は1しか進めてないんですけどね、あの1個目の序章かな。あれこれ今何回目だっけ、204から始めたから174まで引けばいいのか。アサシン、174までですね。麻婆豆腐、なんかガチャをさ引く人はさ、なんか単発の方がいいよみたいな。俺今まで単発で多分当てたことないからな。多分ないよな。あ、一回予備筆なんかジャンヌ引いたような気がしますね、この前ね。やっと俺も予備筆来たとかいう言葉が。あと2回か。なんかピックの星音1体ぐらい欲しいんだけど。ああ。はい、ラスト。まあこの新しいピックアップが来るたびに10連引いてんのは、ね、記念みたいなもんだしね。さあ最後はサーバンとバーサーカー。はいはい、というわけで、新しい足得意点のピックアップということで、宮本武蔵10連でした。皆さん引けたんでしょうか。ではまた次回の授業動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。